ください。はじめに演習構成についてご説明いたします。演習は前段後段の2部構成で行います。前段では陸上自衛隊の主要装備などを紹介した後、空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。後段では陸上、海上、航空自衛隊が行う統合における作戦により、我が国の島嶼部に侵攻する敵部隊を洋上および内陸部において撃破するというシナリオで、各職種部隊が共同して行う陸上戦闘の様子をご覧いただきます。続きまして、本日使用する演習場地域についてご説明いたします。大型スクリーンの説明図も合わせてご覧ください。富士山の方向、距離およそ3000メートル、白い煙が上がっている山一帯が二段山、黄色い煙が上がっている山一帯が三段山で、突破火砲などの目標地域です。二段山および三段山の手前、距離およそ1000メートルから1800メートル、左から順に数字の2から6で表示している台を、それぞれ2の台、6の台などと呼び、戦車砲、機関砲などの目標地域です。その手前、距離およそ800メートル、4の台と5の台との間にあるオレンジ色の標識のある台がオレンジの台で、戦車砲、機関砲などの目標地域です。オレンジの台の手前、距離およそ400メートルから600メートル、青、赤、黒、黄、白に着色した標識のある台を、それぞれ青の台、赤の台などと呼び、機関銃などの目標地域です。左手をご覧ください。現在黄色い煙が上がっている台が左の台、右手同じく黄色い煙が上がっている台が右の台で、対戦車誘導弾などの発射地域です。道路については、青の台と赤の台の間を走る道路を A 道、赤の台と黒の台の間を走る道路を B 道と呼び、それぞれアルファベットで表示しています。なお、大型スクリーンでは千里眼と呼ばれる高感度高性能カメラにより撮影した弾着の様子などを放映しますので、そちらも合わせてご覧ください。以上で全般説明および演習場地域の説明を終わります。続きまして、演習間における注意事項などについてご説明いたします。演習間、車両などに赤旗を表示しますが、これは火砲、戦車などがこの後射撃をする合図となります。射撃の際には大変大きな音がいたしますので、ご注意ください。またヘリコプターの接近によって小石などが飛んでくる恐れがありますので、ハンカチなどで顔を覆うなどの対処をしていただきますようお願いいたします。会場前の広場は大変危険です。演習官は前方のロープより前には絶対に出ないでください。ただいまから前段演習を開始します。大型スクリーンをご覧ください。前段演習においては、陸上自衛隊の火力を主要装備ごとに遠距離、中距離、近距離火力、ヘリコプター火力、対空火力および戦車火力に分けて紹介した後、空
空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。はじめに陸上自衛隊の遠距離火力である特化火力についてご覧いただきます。右手から特化部隊が侵入してきました。まず指揮官車が先行して侵入し、誘導員が射撃位置に火砲を誘導します。特化部隊とは、火砲とロケット、およびミサイルを装備する部隊で、主に敵の地上部隊に対する主要な火力として、敵の上陸部隊、集結部隊、防衛部隊などに対する火力を持ち、敵方の集団部隊、戦車部隊の戦闘を上陸するための支援を行います。特化部隊は、広い地域に展開し、集中して敵部隊や施設などを一瞬のうちに制圧することができます。陣地侵入の様子をご覧ください。最後に侵入してきた2門の火砲は、各火砲との射撃準備に要する時間の違いを確認していただくため、あえて遅れて陣地に侵入しました。初めに現在広場に展開している各火砲についてご説明します。向かって左側の黄色で表示された火砲は 155mm 榴弾砲 FH70 で、陸上自衛隊の主力火砲です。その右側の青で表示された火砲は 203mm 自走榴弾砲で、陸上自衛隊が装備する最大口径の火砲です。これら2種類の火砲は、仮に現在地から射撃しますと、熱海市付近まで射撃をすることができます。最後に侵入してきた火砲は、救急式自走 155mm 榴弾砲です。この火砲は、事故位置の標定、照準、弾薬の装填などが自動化されており、速やかに射撃準備を行うことができます。仮に現在地から射撃しますと、伊豆半島の伊東市付近まで射撃をすることができます。自走宇宙保留、攻略者、ヨハン、合意価格、5505、車価格、264、4点連続停車。それでは、救急式自走 155mm 榴弾砲による、地表面で破裂する着圧射撃をご覧いただきます。なお、一番右側の火砲は、車体を目標に対して真横に向けたままの状態で、にも同時に射撃します。目標は三段山中央です。ランチャー今
FH70 による射撃をご覧いただきます。トップタブ隊は通常5門の火砲を基準とする中隊、もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲による中隊の射撃を行います。向かって左側の
155mm 榴弾砲 FH-70 は、本来ですと車両により牽引して利用しますが、今回は短い距離での陣地変換の例として自力走行による移動をご覧いただきます。陣地変換の様子をご覧ください。30秒。
ただいま広場に侵入してきた車両は、平成23年度末に装備されたばかりの中距離多目的誘導弾の発射装置で、実弾射撃を一般公開するのは今回が初めてとなります。この発射装置は赤外線画像およびレーザー照射の種類の方法によるミサイル誘導が可能です。また1台の発射装置には6発の誘導弾が搭載可能であり、連続して複数の目標に射撃をした後、速やかに陣地を変換して敵の攻撃を避けることができます。本日は赤外線画像による誘導方式で2発の連続射撃を行います。左の台をご覧ください。黄色い煙が上がった位置から発射します。目標は二段山の右下にある白枠の2つの標的です。短時間に連続で発射されますので見逃さないようご注意ください。
車誘導弾を射撃します。マルヒト式携帯戦車誘導弾は打ち放し式で、ミサイルが自動的に目標を追尾して命中するため、発射後直ちにその場から移動することが可能です。また射撃には概ね水平に飛翔する低進弾道モードと、目標を上空から追尾する大モードの2種類の飛翔モードがあります。それでは射撃をご覧いただきます。はじめに右側の車両から近距離目標に対して低進弾道モードによる射撃を行います。目標は赤の台と黒の台の中間、黄色い煙が上がった場所にある水色の標的です。マルヒト式携帯戦車誘導弾、黒の台より戦車を撃ち出す、低進弾道しまい、やめろ、左側の車両から遠距離目標に対してダイブモードによる射撃を行います。目標は3の台と4の台の中間、黄色い煙が上がった場所にある水色の標的です。マルヒト式携帯戦車誘導弾、3の台に停車線ダイブ注意、高い射撃技術が求められます。通常の小銃射撃は200メートルから300メートルの距離で行いますが、本日ご覧いただく狙撃は500メートルの距離で行います。本来ですと狙撃は隠れた場所から行いますが、本日は皆様にご覧いただけますよう会場広場右側の両線から射撃します。なお大型スクリーンに射撃および標的の様子を放映しますので、そちらも合わせてご確認ください。それでは射撃をご覧いただきます。目標は黄色の台の車両に乗車している窓の中の人員をかたどった標的です。はじめに左側の標的、続いて右側の標的を射撃します。発見中、発見、こんにちは、前方黄色ライン、車両で停車中の右、先頭車、進め、進め、停止、続いて2両目、進め、進め、続いて、小隊は右両線の前方に射撃陣地を占領し、射撃準備を行います。ただいま広場に侵入しているのが96式装輪装甲車です。96式装輪装甲車は機動性、走行防護力に優れ、車種、
操縦士を含む10名が乗車でき、12.7mm 重機関銃または96式 40mm 機動的弾銃を搭載できます。また96式装輪装甲車は放射能汚染地域や化学剤汚染地域においても行動することが可能なため、原子力災害対処行動において有効に活用することができます。はじめに左側の2両が96式 40mm 機動的弾銃を射撃します。96式 40mm 機動的弾銃は車上および車内からの射撃により近距離における敵歩兵や軽装甲車両などを瞬間的に制圧撃破することができます。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台にあり、敵歩兵に見立てた黄色い風船です。続いて右側の2両が 12.7mm 重機関銃を射撃します。目標は赤の台です。それでは下車した小銃詳細が小銃および機関銃を射撃します。目標は赤の台手前です。ただいま観覧席前で黄色い腕章をつけた隊員が所持している火器が89式小銃で、その先端に装着されているのが06式小銃的弾です。小銃的弾は主に近距離戦闘において敵歩兵を制圧するために使用します。目標は赤の台手前にあり、敵運営に見立てた青い風船です。ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。続いて 84mm 無反動砲および個人携帯対戦車弾を射撃します。ただいま観覧席前で青い腕章をつけた隊員が構えている火器が 84mm 無反動砲、赤い腕章をつけた隊員が構えている火器が個人携帯対戦車弾です。 84mm 無反動砲は主に対戦車火器として使用しますが、目的に応じて対戦車用、対人用、発煙用、
夜間の照明用の4種類の弾薬を射撃することができます。個人携帯体験射弾は操作性に優れており、主に近距離における対戦射撃として射撃するほか、コンクリート製の構築物などに対しても使用することができます。それでは射撃をご覧いただきます。会場広場右側の赤い旗が振られている位置から射撃します。目標は黒の台です。
空火力として87式自走空射器弾砲の射撃をご覧いただきます。式戦車が離脱します。
などの装甲を突き破り、対戦車集団を停止した直後に射撃します。その後速やかに砲弾を鉄砲弾に変更し、再び走りながら射撃します。装甲艦に行う射撃は極めて高い練度が必要です。左手をご覧ください。9番式戦車小隊が侵入してきました。目標は6の台左、5の台
この式戦車が離脱します。離脱速度の速さをご覧ください。前進用意はい。
に当たりますが、本日は降下開始から着地までの一連の降下要領をご覧いただきました。以上で前段練習を終了します。後段練習は11時30分開始の予定です。